続いては放課後シェアです。県内の部活やサークル活動に取り組む子どもたちや学生たちのすご技を生中継で披露してもらいます。はい、今回はですね、何やらすごい技術が導入されたという学校に行っているそうなんです。坂よりさん。はい、今日はこうしたですね、デザインですとか、それからエンタメなどについて学ぶことができる専門学校、国際アートデザイン大学校にお邪魔しています。この学校に導入された技術というのが県内では初めて、そしてその技術の認定校になったばかりということで今回お邪魔しています。さあ、この学校にはですね、さまざまな学びに合わせて学科があるんですが、そのすごい技術が導入された学科というのがコミックマスター科という学科なんですね。早速お邪魔しています。失礼します。よろしくお願いします。このコミックマスター科はですね、デザインやアニメーター、イラストレーターなどを目指す方が学ぶ学科でしてですね、こういった CG を使ってイラストを描く技術などを学んでいるということなんですね。では早速そのすごい技術についてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前伺っていいですか。はい、コミックマスター科の中西ゆりんです。中西さん、そのすごい技術というのがライブ 2D といいまして、はい、簡単に説明するとイラストを動かすことができる技術になります。はい、イラストを動かすことができる技術ということで、私ちょっと先ほど聞いたんですけど、どういうものかというと、はい、皆さん今までのアニメというとちょっとイメージしていただきたいのがパラパラ漫画、こう例えばこの腕を動かすときにパラパラ漫画のようにこういうふうに一コマずつ描かないといけませんでしたよね。ですがこのライブ 2D というシステムは腕を一本描いてしまえば、このシステムを使えば勝手に描くことなく動くことができるという技術なんです。アニメの好きな馬田さん、分かりました、どういうことか。分かりました。めちゃくちゃ少ない絵だけで済むってことですよね。1枚だけ。そうなんです。最低限の絵でさまざまな表現ができるということで、では早速そのライブ 2D を使ってこの絵を描いただけなんですが、それをシステムを使って動かすとこうなります。目のとこ見てください。目が動いた。目が動く、はい、だからこれ一コマずつ描いてるわけじゃなくて、最初の状態で描いた目が動くというね、表情が変わりますね。これ実際どういうところで使われている技術なんですか。はい、スマホゲームだったり、あと動画で動くイラストが多く使用されています。VTuber の方なんかも使っている技術なんですよね。なるほど。では実際にこのライブ 2D のシステムを使って指導をされている先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。お願いします。ちょっと私あまりこう詳しくないんですけれども、はい、このライブ 2D が生み出されたことによってどんなことが変わりました。そうですね、今まではイラスト1枚を描いただけでは、ね、アニメーションとかはできなかったんですけれども、それこそ動画作る時とかに1枚1枚描いてすごい手間と時間がかかっていたのが、今は1枚描いてなおかつ正しい技術を学ぶことによってアニメーション、動画を制作できるというふうになりました。こちらいろんな業界であったり SNS やあとスマホゲームだけでなく、これから生活やいろんな、業界で活用される技術かなと思います。またコミックマスター科ではライブ 2D 認定校になりましたので、より高い技術が学べるようになりました。なるほど。そのライブ 2D が導入されたということで、今1年生から3年生までで22人いるというふうにお伺いしたんですけれども、来年度は、20人がもうすでに入学するというふうになっているということで、非常に注目されている技術なんですね。ではその他のちょっと作品も皆さんにちょっと見ていただきたいなということで、よろしいですか。よろしくお願いします。これはこれもだから、もともとはこのイラストを描いただけで髪の毛の動きなんかはもともとは作ってないっていうか、一コマずつ描いてないわけですもんね。はい、そうです。すごい滑らか。これ実際に自分の描いたそのイラストをこうそのライブ 2D のシステムを使って動かせるっていうのはどういう気持ちなんですか。やっぱり自分のキャラクターが動いてることが一番幸せだと感じますね。だからこの動かし方というか、そういうのも自分好みの動かし方できるわけですよね。はい、そうです。なるほどね。お隣の方もちょっと見てみましょうか。あ、すごいですね。こちらの作品を作ったということですけれども、ポイントなんかありますか。ごめんなさい、ちょっとこだわりが強すぎて今ちょっと言葉が出なかったということですけど、今これちょっと動いてないですよね。
実はこれには訳がありまして、次ちょっと動かしていただくんですが、私冒頭でですね、この学校はさまざまな学びに応じてさまざまな学科があるというふうに申し上げました。この専門学校にはなんと声を吹き込む声優科というのがございますので、今日は声優科の方に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前伺ってよろしいですか。はい、声優科の早坂奈々です。早坂さんもすでにすごいいいお声が出ていますけれども、先ほどの方の描いたこのイラストに声をちょっとつけていただくということで、準備はよろしいですか。はい。はい、じゃあよろしくお願いいたします。ね、山崎さん、どんな感じになるか気になりますよね。はい、楽しみです。はい、ではよろしくお願いします。こちらですね、つける際に声を吹き込む際にマスクを取るんです。これなんでかっていうと、口の動きなどに合わせて後ろのキャラクターも同じ動きをするんです。これすごいですよね。すごい練習。早坂さん、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。シェアをご覧の皆さん、こんにちは。バリリアの宵花千尋だよ。俺ゲームすごい大好きなんだ。みんなはゲーム好きかな。今まで動くことはできなかったんだけど、動けるようになって嬉しいな。これからいろんな人に楽しい思いを届けられるように頑張るよ。早坂さん、ありがとうございます。いや、素晴らしい。どうでしたか、馬田さん。イケボーかっこいい。すごいですよね。さあ、そして私もですね、実はですね、ちょっとこう女の子のアニメにしていただきました。ちょっと待って、坂田さん、何がない。どうです。いけるんですか。あ、動いてますね。ちょっとね、私のキャラと合ってないかもしれませんが、でもこれすごいのが、これちょっとカメラさん引いてもらっていいですか。いけてる。僕が首を動かすと、それに合わせて後ろのキャラクターも首を動かすんですよ。で、目を強くこうグッと閉じると後ろのキャラクターもこう閉じるっていう、本当にそういった深い学びを得ることができるこう技術なんだなと、はい、県内では初めてとなる技術をここに来れば学ぶことができるということなんですよね。うん、さあ、ということで皆さん、最後にシェアしたいことお願いします。よろしいですか。はい、じゃあ皆さん、いきましょう。せーの。自分たちの作ったキャラクターでみんなの心を動かしたい。はい、ということで、もう本当に私もかなり心を動かされました。皆さんもさらにこう学びを深めていただいて、県内初の素晴らしいアニメなどを作っていただけたらなと思います。以上、中継でした。ありがとうございました。驚きの技術満載でしたね。もうすでに心を動かされてしまいましたけれども。確かに。小林さん、いかがでした。めちゃめちゃ面白かったです。これ学ぶっていうだけではなくて、県内の企業とか自治体とかとコラボをしたらすごいいい PR ができるんじゃないかなって思いました。そうですね。そしてこうした技術を使って、また素晴らしいイラストレーターさんですとか、うん、声優さんが誕生していくというのも嬉しいですね。皆さん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。